あ、はい。結構ね、地元ではね、有名な、なんかスポットらしいんですけど、まあ、あえては言わないんですけど、結構有名なんで、やってきたんですけど、結構大きなお寺な感じですね、この、まあ、外側をね、歩いてるんですけど、ちょっと歩いていこうかなと。すごいな、見事だ。このお寺自体がその水子に関するお寺ということで、
ところどころで、まあ、ちっちゃいお地蔵さんとか、まあ、子供を抱えたね、お地蔵さんだったりとか、ちょっとなんか、カメラ大丈夫かな。国道30号。
だいぶ上というか、ホッケさんのこの一乗寺の、お寺の裏だいぶね登ったところに、あの供養の中心となるというか、もう昔からねあるような、スポットが、まあ、残されているということで、だいたいあの麓からどれぐらいかな、20分もかからない、15分ぐらいで来れました。結構な距離かなと思ってますけど、まあ、神社仏閣巡りの一環としてちょっと気になっていたので、寄らせていただきました。神社の中に、あ、神社、お寺の中に神社。